深井作の屋根裏部屋。どうも深井作です。そもです。吉武です。常です。はい、お願いします。お願いします。さあ、ん、笑ってて安田君も笑ってたの。今これラジオ始まったんですけど、実はこのラジオの裏側を野場君が撮ってる状態じゃないですか。そう、実は今、はいはいはい、梶原雄太の部屋をちょっと裏側で撮ってもらってた、はいはいはい、その梶作が、うん、カメラ目線でチラッてやってたからいやいや、ジングルがあるやんか梶作の屋根裏部屋、ズンチャンズンチャンズンチャン、そこの時間ね、はいはい、梶原雄太の部屋の人が暇するやろと思ったから。あ、確かに誰も何もやってない時間ですもんね。そうそうそう、絶対そこを見たいんじゃないのそう、オフショットみたいなのを見たいのに失礼しました。ちょっとかっこいい顔してたから失礼しました。もしあの気になることが ある方はね、ぜひぜひあの梶原雄太の部屋いつかまた流すと思うので、はい、見ていただきたいなと思いますけど、はい、いやちょっといいですか、はいはい、このラジオのコメント欄いつも見てるんですけど、うん、一個ちょっと楽しいなっていう意見がありまして、はい、それがまあいつも歌を歌う時にさ、うん、サイコロ振って決めてる、はい、ちょっといいですか皆さんと、はい、このトークも最初にサイコロ振って、うんうん、出た人がトークを回すのどうですかコメントでありましたね。あ、見た、あれ見ました見ました。これやろうよ、うん、あ、もう早速取り入れるんですね。取り入れてやっていって何回かやっていく中でまたコメント欄で元に戻してほしいとか、うん、いいじゃないっていうのを見て、はい、ずっと続けるかどうか。あ、これはいい試みですね。これやっていきましょう、はい、今から僕サイコロ振りますんで、うん、出た人がトークを回す。なるほど。オープニングトークって言っていいんじゃない。はいはいはい、もうメールとかね、質問の時は別にもういつも通り、はい、もう俺が入っちゃうと思うんで、はいはい、頭のオープニングトーク、はい、はい、回すのはこの方、カジサック面白くねお前かえまあでもこれもルールですから。これちょっとね、そうかそうか、あ、そうかそうか、リアルにそうやそうや、今こうやっちゃったからあれだけど、このこうなカジサックって出てますから、うん、じゃあ僕が、はい、お願いしますよ、回させていただきますけども、はい、最近どう下手くそサイコロ振るようなんて下手になった緊張したんだサイコロ振っていざこう自分の名前が出ると緊張するから。そうなんすね、ちょっとピリッとするかもしれないな。いやさ、うん、まあこれはちょっとネタバレになるからあんまりね、うん、芯の部分は話されへんけど、何の話やろ。さっきこれ話し合ってええのは何でかっていうと、はい、まあ、さっき言うわ、はいはい、いろいろあって、はい、この間熊本に、うん、土橋くんと中野くんがおったんすよいろいろあってね、いろいろあって、これまあなんでこの話するかっていうと、実はカジサックのじゃないとっていう熊本の番組があって、それで僕大津崎は毎月行ってるんですけど、まあなぜかいたのね、はいはいはい、土橋くんと長野くんが熊本に、でなぜかカジサックのじゃないとに出たのよ。あ、出たんですね。そうね、それがまあ何や言うたら、まあカジサックの企画で何や動いてたんですよ。でそのカジサックの動画自体は多分12月とか流せるか流すのね、はいはいはい、じゃないとは先に流れちゃうんですよ。なるほど、もう訳分かれへん、訳分かんないですね、確かにね。そうそう、じゃないとも通常回で土橋くんと中野くんが出る回があるの、なぜ来たのかみたいなことはじゃないとでは触れてないんですか。そこでは、はい、すいませんと、うん、またカジサックのチャンネルで全貌は明らかになるのでなるほど、とにかくお待ちくださいみたいな形にしてるだけであって、はいはい、だから多分もうちょいしたらじゃないとでドバナが出てくる面白いな、初登場。そう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 、いやまあでも楽しんでたよ。ああ、そうですか。まあいろいろあって来た理由はまあ置いといて、はい、なんか羽伸ばしてたよ、めちゃくちゃ。熊本で、熊本で、ちょっともうこれ以上話すとあれやから、うん、一回カジュアルレートの部屋閉めるわ。すいません、こんな感じです。はい、はい、すいませんね、リスナーの皆さんには申し訳ないことしましたけども、はいはいはい、まあ楽しんでたね。あら、うん、そうなんですね、二人が、二人が羽伸ばしててね、中野くんがさ、あら、もう暴れたくて、タヌキの野郎が、そう、タヌキの野郎がもうポンポコポンポコ言って腹叩いてましたか。腹もうめちゃくちゃ叩いてたよ直で叩いてたよポン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 ね、何言うかなってポン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 、やすけじじゃん何興奮してるから喋、まあ、れてねえやないか。やすけじじゃんせんちゃんみたいになっとるやないかポンポコ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 どないしたんやだ、ポコポコポンポコポコ僕を遊びに連れてってくださいずっと言ってた。ほんで安武が、はい、ちゃんと断ってた
まだそんな時期じゃねえからそうですね。まあでも熊本で言うとね、あの感染者で言うとゼロなんですよ。すごいですよね。そうそう、でもやっぱり東京から来てるっていうこともあるから、確かに、まだそんなはしゃいだダメなんじゃない。ちょっとそこはね、デリケートな。でも多分タヌキの中では、うん、あのひょっとしたらこれ熊本で遊べるんじゃねえかってちょっと思ってたかもしれないけど、はいはいはい、まあ結局遊ばず、ただポンポコ、うん、ポンポコはすごかった。いや、でも言っても美味しいご飯とか食べさせたねー。そうでしょ、そういうのはあるわけでしょ。めちゃくちゃうまいの食べさせた。羨ましいよね。だから一発目がもういろいろ、やっぱり熊本といえば、うん、馬刺しっていう、はい、で馬刺しも置いてる店もたくさんあるんですけど、はいはい、その中でもまあ一応高級とされてる、うわ、馬桜さんっていう店があって、ね、はい、僕らいつもこう行かしてもらってるとこがあって、はい、そこのめちゃくちゃ美味しい、はい、A4 ランクのレランク言い慣れてないから、はい、そうですね、あのものすごいすごいやんか、レベルの高い 馬肉を、はい、馬刺しとか、どんなんやったっけ、しゃぶしゃぶとか、はい、とかも好きなもん食べ言って食べさせてあげて、で夜は夜でラーメン屋、まあ、あーラーメンまで、そうそうそう、でラーメンやったらやっぱ熊本ラーメン、はい、熊本ラーメン有名や、うわー言って行って、で土橋くんうまいっすねってなって、はい、中野くんは言ったら僕はやっぱり豚骨醤油が好きですねみたいな、あの家系ですね僕はみたいな、なって変な、ちょっと変な感じになりますね、ちょっと変な感じになって、はい、で次行ったんがステーキ屋か、はい、めっちゃ食ってるやん。そうそうそう、あ、その日だけじゃないですけどね、うん、もちろん次の日なんですけど、次の日、次の日、次の日の夜にステーキ、うん、いいとこやなあれも、めちゃくちゃいいとこ、すごい、好きなもん食べ言ったらもうティーボンステーキいいっすかって、でお店の人がティーボンステーキうちのめちゃくちゃでかいです、うん、あ、はいはいはい、じゃあ長野くんって土橋くんが、はい、長野くん二人で分けようかポポ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 行きましょう行きましょう、違うとこ行きましょうってなって、中野君どうするって言ったら僕はいいです、行かなかそこは九州ラーメン界を敵に回しました。全然ラーメン怖いやん、あんなめちゃくちゃうまいのに、うまいよね、そうそうそう、だからまあ楽しくあったんじゃない、あー、いいですね、めちゃくちゃ変な感じだったけどね、いつもこう安武と行ってる熊本のの旅というか、まあ仕事やねんけど、そこにあの暴れたぬきと源ちゃんがいるっていうのはごっつい変な感じしましたけど、うん、じゃないとも楽しみだな、どうなってもうね、本当にね、うん、じゃないと本当見てほしいし、はい、じゃないとって面白いんですよ、うん、いや知ってますよ、もちろん、ね、面白い、すごい面白いですよ、うんうん、なんかその地方番組、うん、独特の良さが出てるというか、うんうん、そうね、本当ぜひ見ていただきたいし、だって地上波デビューになるんじゃないですか、それで言うと、あ、そうかも、そうそうそう、ねえ、そうやん、ドバシって中野がそれで、まあ出ることになって、うん、本番前に大丈夫って聞いたらもうカッチカチなっててもうカッチカチ、もう長野子なんかポンポコ全然さカンカンカン跳ね返ってましたわ勝ったカーンカーンカーンってお前カンカン言うとるやないかいって、うん、ちょっといいか落ち着けよどないしたらそれやっぱり緊張しますね、全然ええねん、このアットホームでね、スタッフさんも優しいし、うん、なんつったって俺と安武おんねんから、はい、何してもええねんで、ただこれだけ言わせてと、はい、楽しんでって、確かに、うんうん、もう何か爪痕を残そうとか、そんなも全然いらんから、うん、もうこっちに俺と安田に預けてくれたらええから、はい、とにかく楽しんでほしいからって言って、はいはいはい、一応企画があったから、うん、楽しめる企画だった、うん、そうなんですね、それに乗っかって全力で楽しんでみたいなこと言ったら、はい、はい、って言って始まった、はい、そしたら中野くんがね、はい、調子よくて、あら、そう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 、すごいじゃないですか、中野くんがなんかまあいい感じでもうあのポコ、あ、あ、なり始めた、なり始めた、なり始めたってなって、はいはい、な笑いに取りに行こうとはしてない、自然体で楽しんでる結果面白くなってる、やっぱなかなかで変やん、うん、変なところがいい感じで出て、うん、ああ最高やじゃん、うん、うん、土橋くんが全くダメやった、すごかったっすね、結果カチカチで、見たいな、なんか見たいな、もうなんかプリティに走ってんのか、はいはい、あのザ・ディーのかっこいい方に走ってんのか、はい、もう中途半端なんだ、ああなるほど、で、はい、編集がまだうまいからさ、じゃないの、うん、そうですよね、まあ、どうなってるか分からへんけど、旗から見て土橋くんちょっともったいないなっていうとこあったかなそうですね、そうだったんだ、中野くん良かったよね、中野くん良かったっすね、いいですね、彼は最初ちょっとうんって思った瞬間もあったんですけど、うん、なんか途中でなんか
一回ちょっと止まって、うん、こう楽しもうっていうのをもう一回カジさんが、うん、カジさんって言っちゃったけど全然カジさんカジさんがね、うん、そうあの言って、うん、ああいうのって僕、まあ、常はもちろん現役で、はい、田んぼさんも芸人やってて、うん、先輩のああいう一言ってめっちゃ残るじゃないですか、うん、残る残るっていう感じのアドバイスをされてたんですよ、うん、うわ出番前に緊張しないで、ね、そうでもう一回止まって、うん、であもうカチカチだったんで二人とも、うん、もう一回カジさんが言ってこうだよっての言ってあげて、うん、あ素敵だなと思ってでこっちはもう全力でフォローするつもりずっと見てるじゃないですか、うんうんうん、っていう中で一個吹っ切れて、うん、途中から良かったっ素晴らしいなんかね、うん、受けてたいやあこれはもうすごいわ嬉しいそうそうチームとしてやっぱ嬉しいですわ、うん、それは土橋君が顔がなんかずっとカチッて四角くなってました四角く四角くなってた四角くなってたんですね気持ちはね分かるよね、まあ、緊張するか、はい、やっぱり初めてのテレビや特殊ですよやっぱりねそうだな大人の人もいっぱいいるわけですからね確かに2007はいつが初めてのテレビやったえ僕は、うん、僕らでもキングオブコントぐらいじゃないですかねすごいな初めてのテレビだったと思いますマジすごすぎるでしょこれは、まあ、それはごめんなさい全国のテレビでしたああ、はい、なるほどテレビ普通のテレビ、うん、普通のテレビでもそれのちょっと前ぐらいです なんなん3テレビだったと思いますじゃあそういうのって普通絶対覚えてるやん初出演ね初出演のだって母ちゃんとか父ちゃんにも言うやろうし、はいうん、いやその前のコンビが一番初めて、うん、あのまあ前言ったちょっと武田バーベキューとギャフンってコンビ、うんうんうん、組んでた時に、うん、オールザッツ漫才があなるほどね、はい、それは2700組む前の状態でもうテレビ出たことあったんかい、はい、それでちょっとややこしいの、はい、そうかじゃあそれで言ったら一番最初のテレビ出演で言ったらオールザッツだ、はい、オールザッツ関西、ね、緊張してやっぱりむちゃくちゃ緊張して、うん、これあのそのカメラの横にディレクターさんとかいてるじゃないですか、うん、でディレクターさんがこのインカムっていうんですかね、うん、あの内線、うんはいはい、あれでどのこうのって喋ってるんですよ、うんうん、生放送やもんね生放送で、うん、でその喋ってる声は言ったら周りのスタッフさんに向けて喋ってるんですけど、うんうんうん、僕はこうネタやってる時に喋りかけられたと思って天然で天然っぽいなはいって言うちゃったんですよそれでめちゃくちゃ変な感じになったっていうそれは受けへんかったもう全く受けへんかった、相方がさうまいことさなんでお前ディレクターに喋りかけてんねんとかいうフォローは、まあ、ないですやっぱり、ね、それこそその武田バーベキューも初めてだったんで受けそうな感じしますけど ねちょっとねすごい変な感じになってそうやって、はい、俺で言うとね西野とあ西野と組む前か初めてで言うたらあれやんか俺あの素人名人会って言って、うん、大阪で結構長く続いてた番組西川清志師匠が MC で、はいはい、あの一般の人が芸事をして、はい、タタ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 ンタンタンはいはいはいゴングゴングを鳴らすやつだ、うん、そうそうそう、それが出たら名人賞とかで金一封もらえるみたいな、はい、もう十何年20年ぐらい続いたと思う、はいはいはい、日曜日のお昼にやってるやつ、うん、それをに、西野の組む前に僕ニンニン丸っていうコンビやったんですけど、はい、NSC 生でね、はい、在学中にお声がかかったのようわすごいすごいニンニン丸ニンニン丸が、うん、あのもしよかったら出えへんかってなって素人、はい、素人まあ言うても素人やん、はいはいはい、NSC 生そうですねいいんでかって言って、はい、じゃあ出ますってなった時にまあやっぱ素人やし、うん、あのコンビ名で出んの変やないうことで、うん、吉田梶原っていう名前で出てるへーまあ当時の相方が吉田君やって、はい、吉田梶原で素人名人が出てるわ。まあすごいすごい、でもネタなんすねちゃんと。漫才を一応5分3分ネタぐらいの持って行ってて、うん、途中で金なったんかな確か。あ、うん、で名人賞取ってんやつ。すごい。カン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 って。カンカンカンみたいな。うわすごい。当時審査員にボタン師匠とかいらっしゃって、はい。そう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 絡ましてもらって清志師匠に。いやすごいなやっぱ。そうそうそう。どうどうって言われた。清志師匠にセンターマイク持ってどうなの？どう？今日もさっきのオープニングの感じ。あの感じめちゃくちゃ嬉しいです嬉しいかほいであ丸い目でどうよおいで想像できるないや言ったんすけどみたいな でもすごいわさすがでもあれすごい物語があってねその話、うん、ちょっと長なっちゃうんだけど全然全然よ俺その素人名人会に出る時って、はい、実は俺も西野と出会ってたんですよ、うん、で実はこの間あれやけど、はい、俺ちょっともう西野のこと恋愛で言うとちょっともう気になってる状態、はい、そうです実は、うん、ニンニン丸ひょっとしたら俺続けへんのちゃうかなって思ってるタイミングで名人会やって、うんまあ、そんな
あのメンタルの状態で、はい、まあ、出ることになってんけど、うん、あのいざ本番の日に俺そういや西野に言ってなかったなと思って西野に俺連絡してん、漫才の出番出る30分ぐらい前から、はい、西野に言うとこう言うて、はい、もしもし言うて、おーって、今から実は俺仕事名人会でナンバーグランド花月でちなみに収録すんねんけど、ナンバーグランド花月でやんねん、カジやんすごいやんみたいな、ナンバーグランド花月立つんやんみたいな、せやねんって言ったら俺行くわ今から、そうそう、その時ね川西におったん、マジでそのバイクでバーン行くわーって言って、はい、電話切って、で、まあ、そっから携帯置いてるから、はい、でいざ本番へで俺はまあ何も知らずにやっててんけど、はい、後から西野に聞いたらあのバイクでブー来てくれて、ドア開けたら俺らの漫才がスタートした、うわー、なんかドラマチック、そうそうそう、で終わった後に、まあ、ほんま言うたら吉田君と俺がよかったな乾杯じゃないけどさ、はい、その距離になるはずやん、うん、でもさっきの言ったメンタルの状態だから、はい、俺はすぐ西野に会いたくて、はい、近くの公園で西野と二人喋ったわ、吉田君からしたらたまったもんじゃないか、それすげえ覚えてるな、でもそんなすごい賞取れたわけじゃないですか、やっぱ相方吉田君とやっていこうとはなんなかったんですね、いやだからもう俺の性格やろうね、もう俺の心の中では西野とやりたいなってあったから、すごいな、まあ一個白ついたぐらいじゃない、なるほど、なるほど、で実は言っちゃうと吉田君ももう気づいてたよね、おあの西野のことお前好きやろうじゃなくて、はい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 、でそんなこんながあったから、実は実はちょっとあれ時間は遡んねんけど、うん、あの吉田くんがそれに気づいたからこそ、うん、一回俺と西野が組む前に220が解散する前直前ぐらいに、うん、吉田くんが先にこれ俺動かなきゃってなって、西野に俺とコンビ組んでくれって言ってるからね、そう、それは後から吉田に聞いたんやけど、なんでそんなことしたか、悔しくて、悔しくてなんだ、絶対梶原が取られると、西野に、だったらもうダメ元で俺が西野と組みたいって言う、いやすごいな、なんかそこ面白い、男女7人夏物語、ちょうどですね、そうっすね、入り乱れてんな、そうそうそう、衝撃やったもん、いやでもドラマがあるな、やっぱり、西野から連絡来て、はい、ある時にどないしたん言ったら、梶かか当時何やったっけ、カジヤンやったっけな、カジヤンかなんかで、どうしたんやったら、あの吉田君にあのコンビ組もって言われてんけど、って言われて衝撃やね、衝撃っすね、って言って、どうすんのって言って、いやいやもちろん断ったけどとか言って、ですぐ俺吉田君に電話して、はい、吉やんやったっけな、はい、あのなんやん好きやな、ほんで確かに西カジヤンとか、うん、どうしたん言うて、こうでって言ったら、どうなん言ったら、いや実はなって、もうええよ、ね、すっごい大人やってん吉田君が、年齢もね4つぐらい上やってん、あそうなんですね、そうそうそう、もともと警官やってん、警察辞めてお笑いやりたい、すごい、なんかそんなんで、はい、でもすごいいい子やったから、はい、ごめんな言うて、あのこうで言ってたのはさっき言ったこと、もう家事は絶対あっち行くと思ったから、先に俺動きたくてちょっと下品な真似してもたわとか、悔しくてな、はい、でもあのお前ら二人やったら絶対売れるから、あの西野とようやって気持ちをやってなみたいな感じで、なんかすごい話やな、そうそうそう、実はそんな話が、吉田さんはもう今何やられてるかとかはご存知なんですか、あほんで、はい、俺が今話で気づいてんけど、はい、めちゃくちゃ間違えてんけど、はい、今警察が、ああ今すごいっすね、でも間違えた、すごい、今警官、今ナウは知らんで、はいはいはい、解散してしばらくしてからの情報は警察官になったって情報だった、すごい、間違えた、せやNSC に吉田君が入る前、年4つ上でやんか、うん、あ何やってたかって言ったら松竹で芸人やってん、へえ、そうなんすね、1年ぐらい松竹でやってて、これちゃうなってなって辞めて NSC 入ってきた、すげえ、そうそうそう、そうなんすね、っていう物語がちょっとあったり、吉田さん側の話も聞いてみたいな、いつか、いや地獄やったと思うで、うん、俺が結構分かりやすいから、はい、もう明らかに220への愛情がもうなくなってるやんっていうのがもう何回かあったから、もう俺が西野を気にしだしてから、その合同授業っていうのがあってやな、800人ぐらいおったやんと、合同授業でそこで俺初めて西野出会ったやん、おもろいなこの人ってなって、はい、その時からもう俺心奪われてるから、そっから吉田くんがもうちょいちょい俺にジャブ入れてくんのよ、ほう、お前なんか最近おかしないみたいな、うわー、すぐ気づいたんだな、その時俺がネタ作ってたから、はいはい、あのネタも全然
ちょっとなんか最近作ってけへんけどとか言ってて、なるほど、力入ってないぞみたいな、はい、作る作るとか言ってで作っていったら言ったで、ちょお前なんかやる気なくないみたいな、なんかバレんねや、うんうん、そうなんすね、いや別にお口笛、そんな口笛、そんな吹くやついない、口笛吹くやついないよねっていうジャブはかなり受けてたから、俺が多分だいぶ分かりやすかったと思う。面白い話ですね。もう俺会った瞬間に、西野と会った見た瞬間に俺こいつとコンビ組むやろうなと思ったから、これはすごい話よ。まあちょっと話しづらいかもしれんけど、安武が初めてテレビ出た話をちょっと聞きたいなって思うんやけど。なんで話しづらいんですか。いやなんかちょっとこんだけ重たい話してもらああそういうことっすね。いやその流れで言うたら、ジャンボ安武まだ聞いてない。ああ嫌だなもう質問行こうよなんで梶さんと西野さんの話したの僕あの時初めてやったんですよ超えられるかそんなの。いや聞きたいかごめん、だから順番間違えたお前それでもっとひどいのが、俺覚えてねえんすよ覚えてねえんかい。あの自分好きじゃないし過去に興味ないから全く覚えてない。あそうか、これに出たとかは覚えてますけど、その最初とかマジで覚えてないんで、はい、ある意味合ってましたね順番で。あそうかそうか、そうか。 T はトンボ T はあれなんですよ、特番なんですけど、うん、僕らと、当時その名古屋吉本だったんですけど、うんうんうん、名古屋吉本で、一応トップやってたサボテンさんっていう、はいはい、その2組でやる特番に大抜擢されたんですよ。それは多分一発目です。緊張した、緊張したっていうかもう訳も分かってなかったんで、うん、でもうあんまり失敗なんていうんですか、デビュー当時でなんかもう調子に乗ってて失敗もしてなかったんで、うん、緊張むしろしなくて、うん、それが裏目に働いて思んない感じになったって分かるよ。一番最悪です、一番最悪ですね。でも超大抜擢だったんですよ。そのポスターとかでいきなりなんかこう駅とかに自分たちが貼られてる、すごいデビューやん。13チャンネルっていう。だからここのラジオでも一回話したと思うけど、すごかったらしいからね。いやいや、すごかったってことはないですけど、そんな。ピーナッツやったっけ？ピーナッツですね。ピーはいらなかった。ピーナッツで略してナッツってこと。いや違います。ナッツです。ナッツ。はい。ピーはもともと。ナッツすごかったんで。ナッツ人気はありましたよ。なんかその名古屋では。なあ。はあ。それがデビューやった。それがデビューなんだから結構華々しかったとは思います。テレビデビューは。そう考えたらチーム開催って面白いメンバーやね。ああ確かにね。今このラジオレギュラーメンバーで言うと全員テレビ出たことあるって。ああそうだ。そうですね。でもドバ仲間もうテレビデビュー。すごいよ。絶対見ようしましたから、うん、ほぼほぼチーム開催テレビデビューすごい、これは素晴らしい、ね、まだ、うん、もしよかったら皆さん開催のじゃないと、いつやったっけな、11月の十何日とかやから、うんうんうん、多分近々だと、はい、うわ楽しみ思いますんで、多分2本分ぐらいやるマジで2週にわたって、うん、1.5 本とかはあると思う。それぐらい回したもんね。回しました。すごいな、うん、ぜひぜひ、はい、熊本の方は見れると思いますけど、はい、それ以外の方は TVer や TVerで、うん、フルでも見れるんでね、ぜひご覧ください。お願いいたしま す, お願いします。オープニングが相当長くなってしまいました失礼いたしました。ちょっと熱い思いがあったからさ、いやいい話聞けました。出ちゃいました。では質問、今日はちょっと1個になるかな、はい、すいません、その前に一旦広告です。さあでは質問いきましょうか。お願いします。屋根裏ネームおさるいさんからです。おさるいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの中で、すみません、ごめんなさい、コロナ禍前ならこの時期は学祭や文化祭の時期だと思いますが、皆さんの中でカジサックさん、ヤツネさん、若手の頃、トモさん、安武さんは芸人だった時代にここの学祭もしくは文化祭でやらかしたエピソードとかありますか、ということでございます。あー文化祭やらかした、学祭でも僕行ったことないかもしれないですね。あ、芸人としたネタで、営業とかありますけど、学祭は多分ないと思いますね。ないねや。はい、俺もでも数えるぐらいかな学祭は、うん、でもナッツすごい、さっきの話で言ったら人気やったからさ、ね、コントをやってたんですよ、うん、あのだから営業でそのネタやるっていうのがすごい苦手で、うん、それこそ本当になんか大きいマンモスフリーマーケットっていうめちゃくちゃでかい会場でやるところにナッツで行って、うん、もう本当に人笑いもなくで支社長に呼ばれて、うん、滑らんといてくれって言われてそれ以来そういう出番はあんまりもらえてなかった。滑らんといてくれお前らって言われて。きついな。なるほどな。あんまり学祭のちょっとないかもしれないです僕は。
学祭って俺まあかなり行ったと思う。行きまくってるでしょ、うん、キングコング2700は。ねえ、マジで滑ったことないかもしれんな。うわすごい、すごいっていうか、ね、うん、だってさ学祭俺のイメージやけど、はい、ほぼ 100% 盛り上がってんねん、うんうんうん、だから通常の寄席とかに比べたらさ、通常の寄席ってやっぱり見たい人を見に来てる人、うん、別にキングオブ見たくない人もいるわけやん、うん、とかだったりするし、うん、まあ、やっぱ落ち着くやんか椅子座って、はいはい、学祭ってもう祭りやから、うん、もうだから毎回すごい声援なのよ、うん、で呼びたい人を呼んでるやん学祭、はい、でそんなに10組とか出ないやん、うん、学祭ってね、はい、なんか3組ぐらいとか、はい、でも出た時に毎回もうグギャーってなるから、もう何やってもウケるみたいな、はいはいはい、何度か僕キングコングの学祭について行ってますけれども、うんうん、やっぱめちゃくちゃウケてますね本当に。いやでもその学祭イコールみんなそうやと思うけど、うんうん、あんまり滑ってる人俺見たこと、平成の星こぶしぐらいじゃん滑ったんですか学祭で滑ってるってなったら俺ノブコブがネタでめっちゃウケてるとかあんま見たことない店のはどうな。僕らは一回ちょっとひどいというかのがあって、うん、まあ、これ一回僕ら番組の企画で、うん、コンビ名が2007年からザ・ツネ・ハッチャに変わった。ああツネ・ハッチャあったね。でこれは、まあ、コンビ名を変えないと50年間売れませんよみたいな話で、うん、でまあコンビ名変えました、うん、衣装も変えましょうって言われて、うん、で僕は普段 G ジャン半、袖なし G ジャン、うん、G ジャンの半ズボン、はい、なんですけど長いGパン履いて、うん、袖なし革ジャン着て、うん、チェーン金色のチェーンネックレスめちゃくちゃロックやないか昔のつけろって言われて、で安島さんは普段黒スーツなんですけど、うん、なんか白いパンツにピンクのジャケット着て、うん、だいぶ変わったねっていうので行ってで言ったら先方は2700でオファー来てるんですけど、うん、僕ら出て行ったらどうも常八ちゃんですって言って、見たことない衣装の2人が出てきて、でまあいろいろこうこうこうなんですよとか、うんうん、まあ、説明するんですけども、うん、安島さんが気分がもう全く乗ってなくて、なるほど、乗ってなかったんや、はい、乗ってないし、もう早終わりたいから、うん、もうネタとかむっちゃ早口で歌うんですよ、もうさっさとはけたいから。うわなんだ、あるよな、これコンビあるあるで、はい、たまにあるで、うちもあった、西野が機嫌悪い時なのなんか全然アドリブに突っ込んでくれんかったひどい時もうええからって言われてあと左手でバーンやられたりやめろっつってやめろっつって止まれって押すから止まれみたいな、あったらなるよな、あるんです、もうこれ最悪、これお客さんも変な感じになってくるんですよ。そうか、伝わんねんな、はい、その空気が、うん、でも肘もだんだん速くなってくるから、肘の出し方も速くなってくるし、ずれちゃうんだ、はい、テンポもね。でこのピンマイクつけてるじゃないですか、うん、で金のチェーンネックレスがブンブンなって、ジャラ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 なって声とかもなんか変な感じになってもうすごい変な空気になって、滑った、滑りましたもん。つねはっちゃん、そもそもなんでつねはっちゃんになったんだっけ。いやそれ番組の企画で、うん、あなたたちはもう2700っていうコンビ名のまんまだったら、うん、この先50年一生売れませんって。あ、はい、そういうのなんか一時期流行ったじゃないけど多かったよね、はい、そうですね、改名ね、やっぱりあの海外水魚さんから、はいはい、クリームシチューさん、はい、バカルディさんからサマーズさん、はい、あそこの2組がものすごいいい結果になったから、はい、なんかそれあやかってじゃないけど増えたよね、うん、そうですよね、一時期だってさ安田が可愛がってもらってる猪本さんの、はいはいはい、ライセンスさん、はいはいはい、一時期あのチャランポランっていう、なってました、なってました、ありましたね、なってたよ。だからそもそもその時チャランポラン師匠いたから、ね、そうですよね、そう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 だそうだっていうのもあったりとか、うん、あっこからコンビ名を変えてドカンっていった人って出てないよね、うん、出てないと思います、うん、多分何個かあったよね。水玉レップーターさんも一回バイキングさんに、そうバイキングさんになってた。なんでこうみんな重ねていくんですかなんでなの か, だから俺個人的には今頑張ってほしいなって思ってるコンビがいて、はい、その流れで分かりました。ラフレクランさんが今、はい、コットン
だから頑張ってほしいよね。ねえ、あの二人はね、むちゃくちゃ面白い。面白いですよね。めちゃくちゃね、あのツッコミの西村さんも優秀やし、ボケのキョンさんもおもろいから。面白いわ。そう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 。そこのコットンはちょっと頑張っていただきたいなと思いますけども、ちょっとまあごめんなさい。もう一個だけあの学祭の話で思い出して、はい、ある事件が一回ありました。事件の、僕が通ってる高校があったんですよね。はい、まあ動画でも一回出してますけども、一回。俺まだあれ1年目2年目ぐらいかな、時にまあ俺はスピードすごいありがたい話で早い段階でこう世に出れてたからさ、あの学生も結構呼ばれてたの。田中でうちの母校から俺に連絡が来て、直接あのちょっと来てくれへんみたいな。すごい凱旋だ、学園祭に。ああ、全然、でもそれ僕は言われてもちょっとわからないから吉本にちょっと言ってもらっていいですかね、みたいな。ああ、そりゃそうだよね、ってなって吉本と連絡取って母校に行くことになってんけど、あれと思って俺ちょっとやらしい心が、僕のやらしい引き出しがちょっと、なるほど、襖かな、いやらしい襖がちょっと開きまして、まあ自分で開けたんやけど、すあれ、これ母校が会社に払ってる額って知れるんちゃうんってなったのよ。おお、これは襖開いてますね。襖開くやん。ああ、およよと思う。およ。うん。でも気になる時やん、そういう時に。まあ確かに気になる。お金関係って。で、俺らめっちゃ安かったやん。安いよ。もう若手時代のさ、学園祭とか営業とか、テレギャラもそうやけど、結構ね、多分視聴者さん、リスナーさんが思ってるより安い。安い安い。ですよ。めっちゃ気になるやん。うん、確かに。でアホなふりして聞いてん俺、母校に、母校サイドに。でもちろんそれは言えませんになると思うやん。はい、スルッと言うたのよ。言うたんすね。はい、ひっくり返った俺。ああ、なるほど。額はもちろん言われへんから、吉本とやってんねって思ったよ。なるほど。もう当時、今はね、もう吉本変わったからギャラもう55とか言うてるやん。でもあれほんまにそうやねんけど、もう当時なんかもうねえ、もう言いたいぐらいやねんけど、91どころの騒ぎじゃないぞ。全然全然。そうっすね。もう9点後半0点前半みたいな、もうほんまにそんな、もうびっくりした。そうっすね。すごいな。すみません、こんな話。いや、全然全然。もう僕も言うてくれたから俺もすごいっすね。びっくりしたけど、まあそっから売れていったらね、芸人さんっていうのはバイバイゲームとか言われてましたけど、そうですよね。でもその時代でもなかったな、ほんまリアルな話。そのバイバイゲームって言われてるのは、要はギャラが倍になって売れたらもう一回また倍になってる。あれはね、昭和平成初期ぐらいやな。なるほど。もう俺らがやってる時は、だって跳ね飛びとかもやってる。はいはい。で言うたらバイバイゲームになるはずね。そうですね。そんなノリじゃなかったもん。そうかそうか。もうだからテレビはもうちょっと衰退していってたかも。確かに。知れないね。あるかもわかんないですね。あるかもしれませんけど、すいません、最後やらしい話。とんでもないです。そんな話もありましたということでございまして。じゃあ歌いきますか。はい。はい。そういうわけで一旦広告です。さあ、ではでは行きますか。はい。先週が確かトンボが出たんだったっけ。あ、じゃあツネや。ツネがおもろかったんすよ、もう。ツネとヤソや。そう。あ、ヤソちゃう。2700だ。光栄ですわ。あんな面白い。ツネとタケが。いや、ツネタケが。本当に。ツネがなんかずっと泡吹いてた。完全に白目向いてましたから。トンボがもう腹爆発してたもんね。めちゃくちゃおもろかった途中から。それでは行きましょうか。まずは誰が歌うかですね。はい。この方。いや、これはもう本当にこれは期待できるぞ。出るね。出るね。タイトルいきましょう。タイトル、楽しみ。トンボ。これは楽しみだ。タイトル、トンボで集めていこう。トンボさん、お願いします。はい。いやー、本当にね、今回はちょっと、ちょっとキングコング、そしてね、そのより一個前の、すごい素敵な話も聞けて、ありましたね。ちょっといい回になったな。いい回でしたね。で、こんないい回は、やっぱりいい歌で締めたいなということで。確かにいい歌で締めたい。はい。今日は、つねさんに。あ、つねなんや、今日。はい、そうなんですよ。歌っていただきましょう。歌っていただく歌は、スイートスイートトイレット。
お願いします。うついて、あじゃじゃじゃ、トイレを流して今から出発さあ今からお仕事モードだ今日は心がすっきり大丈夫お腹もすっきりI love you I love 仕事俺は仕事が大好きな楽しみだ今日のお仕事友達のおトイレ掃除友達のガチャンお邪魔します、おいトイレを教えて、またスランプやな、そうですね、トイレ教えて、あ、ありがとう、あ、汚れてる歌これ洗い替えがあるぜこれ歌かな、片言で喋ってるな、うん、洗剤を入れてOh my god! Oh! じゃあ長いのよ、洗剤じゃなかったちょっと何してんの、スポンジでゴシ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 、ちょっと歌ってんだ、ゴシゴシ歌ってくれ、洗え洗う俺はトイレを洗う、oh. いい香り、スイ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 トイレ終わった、あかんちょっと常さんが常さん、あスランプ、スランプっていうかね、なんかね、うん、毎回一緒なんですよ、あのメロディーが、そうですねなんか取り憑かれてるなだってさ、はい、もう前の前の前の前ぐらいはさ、はい、常序盤はすごい上手に2700っぽく歌えてた、うん、そう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 、はい、うん、最近ネタやってないからかな頼むよ、すいません、本当に面白いわ、前尺も長いしやな、何のメロディーも降りてこなくてもうバイク走ったで今ブーって言うて、いやまあまあこれはでも面白かったし、ね、いや面白かった、面白い、ちょっと特訓せなあかんかもな、そうですね、ちょっと調子悪すぎよな、調子悪すぎます、ちょっと本当に頑張ります、楽しかったありがとうございました、ありがとうございました、またね、あの次週も、はい、今回僕サイコロで僕出ましたけども、はい、またオープニングトークはサイコロ、あ、ちょっとやっていきたいなと思いますんで、はい、あとあの質問やお悩み事とかあればぜひまたコメント欄の方にください、はい、いや楽しかったですね、楽しかった、はい、というわけで終わりたいと思います。カジサクとトンボと安武とつぶでした。ありがとうございました。ありがとうございました。